はい、皆さんおはようございます。愛吉でございます。今日は9月の14日土曜日です。3連休の初日ですね。もうキャンプ場えらいことになってます私が戻ってきたらもっとえらいことになってるんじゃないかなと思うんですよ。ちょうどねこの辺り昨日戻ってきてくる時にねお猿さんがいたんですよ。2匹ぐらいね、真っ赤な顔してましたね。お猿さんすごいですね。お猿さん、3メーターか4メーターぐらいのところで一気にね飛び降りちゃいますね、下まで骨折しないんだろうかっていうそういう感じです。今日はですね乗鞍に行きたいと思ってます。乗鞍のね三本滝までは、三本滝の駐車場ですか、無料駐車場、まあ、そこまではバイクで行きますので、まあ、そこからはね行けませんけども、まあ、そこまでは行きたいなと思っております。まあ、途中乗鞍スーパー林道を走りまして行こうかなと思います。はい、ここからスーパー林道でしょうか。どこがスーパーか分かりませんけどね。まだ民家があるからスーパー林道じゃないかな。こっからですね、スーパー林道は。